ここで1億円を得るヒントが発されてるんですね。5枠使って副収入150万以上を得てる専門家、栗原久美子です。今日は六本木グランドハイアットの前の中華屋さんに来てます。六本木の、ね、ハイアットのセプスイートルームで、それでですねここに来たんですけれども、なぜわざわざ中華屋さんに来たかというと、これですね、サソリッコさんのさなぎです。でこれなぜこういうものをですね食べるかというとですね、皆さんここにですね累計1億円を得るヒントが発されてるんですね。でこの話を知ると、累計1億円とかですね大きなお金を得る人はですねこういうことをしてるんだっていうのが分かるようになります。でそれは何かというと、初体験。こうやって小さい頃はですね、いろいろとどっかに出かけたとかですね、初体験っていろいろすると思うんですけれども、40、50とか過ぎるとですねほとんどないじゃないですか。毎日ですね、決まった会社に行って、決まった仕事を行って、決まった人と飲み会って、決まった人と決まった家に帰って寝るというですね、まあいつもですねそういう生活をしていると頭の中がやっぱり老化してしまうんですね。だから私もメンターにですね、やっぱり初体験は大事だと、体験をどんどんしていくってことを教えてもらってですね、やっていった結果で1億円をですね、もう大きなお金を得られたんですね。はい、それではですね、サソリ行ってみます。はい、サソリ行ってみます。これは中国では普通にサソリとか昆虫をですね、唐揚げ、素揚げして食べるんですね。あ、美味しい。普通にですね、なんか唐揚げみたいで美味しいですよ。なんだろう、エビの唐揚げみたいな感じです。はい、次に、カイコの唐揚げ行ってみまーす。ちょっとごめん。カイコはちょっと無理だ。ごめんなさい、カイコはちょっと無理ですね。サソリは OK ですけど、ちょっとなんかぬにゅっとして、ちょっとごめんなさい、ダメだ。ちょっとごめんなさい。はい、ありがとうございます。ちょっと吐き出してしまいました、まあ、ただですね、こうやってカイコを食べたらですね、ちょっとダメだったっていうこともですね、こうやって初体験でわかるのでですね、やっぱりここでですね、さらに収入を上げてですね、皆さんの前により大きな栗原久美子でですね、やらせていただきたいと思います。はい、では今日は六本木のグランドハイアットの前の中華屋さんで、サソリとですね、あとサソリとあとでカイコをですね楽しみました。はい、それではまたお会いできるの楽しみにしてます。